今日は非常にかっこいいベースラインの解説をしていこうかと思っております。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、早速なんですけども、まあ何をやろうかというふうな話をしますかと言いますと、しばらく前にですね、非常にかっこいいベースラインということでね、アルバム紹介しました。リーパーカッションズというふうなバンドです。で、そちらのね、解説というか紹介、もしよかったら上見てみてください。その時にね、今回弾くベースラインとかね、全部僕も弾いてますので、よかったら合わせて、終わってからとかでもいいのでね、まだご覧になってない方は、見ていただけると嬉しいなと思います。で、その中のですね、Turn Your Card というふうなベース、曲があるんですけども、それのベースラインの解説をしていこうかなというふうに思ってます。で、その Turn Your Card のね、ベースラインの解説っていうのも、まあ、大きくですね、4パートあるんですよね。で、まあ、1箇所の、その 4つのうちの1箇所のパートっていうのはほとんど繰り返しになるので、まあね、もうちょっとしたらそこ、5弦ベースだとすごく弾きやすいんですけど、まあ今回その説明していく中で、まあ今回のフレーズはね、全部4弦ベースで弾けるんですけども、5弦ベースでないとね、ちょっと出ない音があったりするので、まあそれをごまかす方法ですね。まあこの Turn Your Card、ぜひね、5弦ベースの人だけではなくね、4弦で弾けれる、実際4弦で弾けない音あるんですけど、まあその弾けれるようにね、したいなと思うので、まあその5弦の音が出てくるときに4弦ベースだとどういうふうな方法でやったらいいのかっていう話もね、もうちょっとしたらしようかなというふうに思ってますので、まあ一応ね、フレーズの宝箱というふうな感じでね、今回のね、このシリーズやっていくんですけども、その前にですね、Turn Your Cardのこのフレーズの宝箱のものですね、前回の部分とかもやってますので、もしよかったらこれ見てみてください。今回は、前回1回説明しているので2箇所目という風な感じになっております。で、まあ一応もう1個あるので、3箇所全部やって、そして最後の方にね、その5弦ベースで、弾くものを4弦ベースに置き換える方法みたいなね、単純な1個の方法の話をしてみたいな感じで考えてます。まあ、つまりこの曲全部でね、4回やろうかなと思ってます。まあフレーズの宝箱としては3回取り上げようかと思います。そして今さっきからね、フレーズの宝箱って言ってますけど、なんぞやというふうに言いますと、著名なベーシストのね、かっこいいベースラインっていうのを、まあ具体的に取り上げて、まあそれを、まあ弾いていく練習、まあ補佐をしていこうというふうな企画になっております。で、今までですとね、ロッコプレステアさんだったり、ジャコパストリアスさんだったりとか、あとはね、ポップスだとね、夜にかけるっていうふうな、夜遊びさんのね、非常にね、難しい、ベースラインですね。なんかこの間コメントいただいた人の話によりますと、なんか作曲者さんはあれ打ち込みらしかったです、やっぱり。で、なんか作曲者さんが言うには、人力では、なんていうかこう、再現できることを想定してないみたいな、まあ、バンドスカードが出て、なんか弾いてもらおうみたいな風なのは想定せず、もう打ち込みで、まあ、バーッとやったらしいんですよね。まあ、でもね、その時の説明の時も話しましたけど、やっぱりね、非常にニュアンスとかもね、人が弾いてるような感じのニュアンスがあったので、まあ最近のね、DTM とかね、打ち込み技術っていうのはすごいなーとかって感心したんですけども、まあそういうふうなね、著名なベースライン、かっこいいベースラインを取り上げて説明しているというのが、フレーズの宝箱という企画になります。で、そちらもね、リストありますので、もしよかったら興味ある人は見てみてください。今回のものそうですけども、楽器屋さんの思想だったりとかね、友達とかになんかベース弾いてよって言われた時にね、ポロッと弾いてみるとかっこいいフレーズなんじゃないかなというふうに思っております。で、今回はそのフレーズの宝箱の、もうちょっと何回目か忘れましたけども、何回目かの第何段かの、Turn Your Cardという風なものを取り上げて、リーパーカッションズという番ですね、のものを取り上げてやっていこうの3つあるうちの 1個、2回目ですかね、2という感じになってます。まあそんな感じでね、今日もやっていこうかと思うんですけども、まあこのね、フレーズの宝箱っていうのは、まあ主にね、平音記号を読んでもらって、まあこのチャンネルタブは使わないというのがコンセプトになりますので、まあ主にね、その音っていうのはまあそれでもわかりやすいように押さえる場所とか説明したりとか、あと、それから、まあ今回のものだったりすると、ほとんどね、リズムの解説になってくると思います。なんですけども、やっぱりね、指板のどこに何の音があるかとかですね、あと、今回もコード一緒に出しますけども、コードとそのフレーズの関係性みたいなのも分かってきたりとか、分析したりとか、いろいろ弾けれると、まあ非常に良くなっていくと思いますので、まあコードとコード譜から弾いていく方法みたいなのもたくさん話してたりとか、ジャズのウォーキングベースの作り方だったり、まあアドリブの話とかだったりっていうのはまだしてないですけど、もうちょっとしたらしようと思いますので、まあもしよかったらね、全部合わせた動画も上に上げておきますので、合わせて
で興味がある人はご覧になってください。よろしくお願いします。そしてもしね、今日初めて見られてる方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてですね、今日もね、面白かったとか、少しでもためになったとか思っていただけた方いらっしゃいましたら、何卒合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ためになるじゃないわ、励みになりますのでね、よろしくお願いいたします。ではね、早速、単優和カードの、大きなフレーズ、2個目ですね、解説していきたいなと思います。どうぞ。ベイス、ベイス、ベイス。はい、どうもです。ここからはね、ベースを持って具体的に説明していこうかなと思います。でね、説明する前にね、ちょっと話忘れましたけど、僕が演奏しているのを聞いていただいたと思うんですけどもね、あそこのパートをやっていこうかと思います。で、弾いてたのは5弦ベースで弾いてたんですけど、今日は4弦ベースで解説していこうかなと思っております。では、今日やるところっていうのは、全部で8小節あるんですけども、8小節のうちの、8小節という手でもですね、ほとんど繰り返しになりますので、主に4小節、できるようになると、ほとんど弾けるんじゃないかなと思います。B メロみたいな、セクションですかね。その4小節出してみたいなと思います。ほい。出てきました。下に出てきたと思うんですけど、これを具体的にリズムで解説していこうかなというふうに思ってます。それでですね、今日もね、いつもながらなんですけども、メトロノームを使っていきます。メトロノームですね。これでリズムの具体的な解説をしていきます。で、まずね、見ていただくとカチャというふうな感じで下に出たと思うんですけども、赤い線が。説明していきます。この16部が今回もね、たくさん入っているので、非常に難しいベースラインの部類だと思うんですよね。で、16部音符がたくさん入っている場合っていうのは、16部音符だけでもないんですけどね。その、最小音符の4つ、音の4つ塊で見ていくといいよという話をしています。でですね、見ていただくとね、赤いのカチャって一拍目出てると思うんですけども、これは四分音符なのでね、1個として見られると思うんですけども、その後2拍目以降がね、16部音符で出ているので、今回はね、16個の塊。つまりどういうことかというと、1小節に16個の音の何かがあると仮定するわけですね。そうすると、4で割るとか4つのね、塊で考えていくと言ったので、4で割ると、1拍ずつですね。1拍ずつ、4つのものが4個ある、みたいなイメージを持ってもらったらいいです。なので、1拍目というふうなものが赤い線で出ているというふうに見てみてください。ではね、まず話をしていきます。ちなみになんですけど、今日はね、前回も裏で説明したので、裏で説明していきます。クリックを8分音符の裏で鳴らしていきます。裏の話もね、もし出しそうだったら上に出しておきます。リズムの話ですね。リズムのやつ出しておこうかな。その中にリズムの、裏のクリックが、メトロノームの鳴らし方のやつが入っていると思います。で、16分音符なので、16分音符で考えていくと、ちょうど3つ目に当たるような感じになるところに、なるようになると思います。今回も、弾いていこうかなと思うんですけど、今回の一番最初の C はですね、四分音符なので、そのまま、一拍弾いてあげたらいいと思います。C、今回は僕どこで弾くかというと、A 弦の3フレットですね。ここで弾きます。やってみます。1、2、3、4、5。このような感じになりますね。四分音符1個弾くだけなので簡単そうなんですけど、裏で鳴らすとね、ちょっとわかりにくいかもわかんないですけども、一拍きちんと伸ばすというのを意識してあげてください。そして次、カチャッと赤いラインが変わりましたけども、こちらはですね、2拍目になります。この音符どういう風な感じかっていうと、これ4つ目だけ弾くようになります。つまり、う、ん、う、だという風な4つ目だけ弾くようなものになるんですけど、この時にね、大事なのが、そのリズムの今出したカードでもたくさん話してますけども、このう、ん、うという、うに当たるとこ2箇所に右手をついてあげるって感じですね。こういう風なものっていうのは、例えばこの間も話しましたけど、リチャード・モナさんだったりとかね、著名な上手いベーシストさんも、よくよく見てみると、さりげなく、休符をきちんとついてたりしますので、特にね、まだリズム取るのが不慣れな人は、必ずついてあげるようにしてあげてください。特にこの16分音符4つ目っていうのはね、適当に弾くと、絶対うまいこといかないと思いますので、やってあげてください。やってみます。1、2、3、4、1。3、4、
このような感じになります。そして1拍目と2拍目、今やったものをガシャコンとくっつけていきます。3、4、1、3、4、1、このような感じでリズムがタイトに弾けるようになると思います。ではね、次3拍目、カチャッと赤いラインが映ったと思いますけども、3拍目に行きます。そしてこれね、今さっきのとこから音が、タイでかかってる、シンコペーションでかかってるって感じですね。シンコペーションは今さっきのリズムの中に入ってますのでね、よかったら見てみてください。で、これどのようにするかというと、シンコペーションの場合はその時に細かく説明しますけど、受ける側を同じ分の休符に変えて、まず練習してみてくださいという話をしています。なので、ここのリズムっていうのは、うたたあというリズムになります。2個目と3個目弾いて、4つ目は伸ばしているという感じですね。1個目は休みにしているという感じになります。で、音はですね、具体的に G の音と今さっきの C の音になります。G の音っていうのは今回、E 弦の3フレット、そして C の音になります。で、この時 G、C って弾くんですけど、僕はね、違う指とかで弾くのはお勧めしてないです。薬指弾いてこうやって弾く人いますけど、もちろんこれが悪いというわけではないですけど、手の形が崩れちゃうのでね、僕はこれぐらいだったら、パパッと瞬時に指を変えて弾いていくのをお勧めしてます。やってみます。1、2、3、4、1、うたた、うたた、このようなリズムになります。やります。3、4、1、3、4、1、このような感じになります。で、僕はサラサラと言ってますけど、皆さんはね、ぜひね、この一個一個をね、より何度も何度も練習してあげて、細かく練習してあげてください。難しいリズムはね、細かく練習して、それを積み上げてた方が最終的に絶対早く仕上がると思うので、そのような感じでやってあげてください。そしてね、4拍目、カチャッと赤いラインが映りましたけど、これどのような感じかというと、うたたたというリズムになります。音がこれ B なんですけど、調合のところにフラットが書いてあるのがわかると思うので、B フラットという感じになります。で、これが A 弦の1フレット。そして次の音、これも同じく調合がついているので、E フラットの音。D 弦1フレット。そしてナチュラルマークがついているので、E のナチュラルですね。今さっきの音、E フラットですね。そして E のナチュラルですね。というような感じになります。やってみます。3、4、1、うたたた、うたたた、これ3つ目の音がね、クリックとちゃんとリンクしてるのを確認してあげてください。やってみます。3、4、1、3、4、1、このような感じになりますね。では3拍目4拍目をくっつけていきます。3、4、1、3、4、1、このような感じになりますね。ではですね、そのまま今さっきの1拍目2拍目っていうものと3、4拍目っていうものをガチャコンとくっつけて1小節のフレーズにしたいなと思います。やってみます。3、4、1、3、4、1、このような感じになりますね。そして今わざとこの3拍目の16分音符のね、受けてるとこを急風に変えてたんですけど、これを横っちょでついてあげると、音がそのままいくので、まあ、例えば、だー、クリック、だー、あー、うん、う、だ、う、ここで横っちょについてあげる。そうすると音が伸びるので、それでやってみたいなと思います。まあ、細かくはね、リズムのところで説明してるので見てみてください。3、4、1、3、4、1、こんな感じになりますね。では、この後はね、続けて、そのまま2小節目以降見ていこうかなと思います。はい、どうもです。ではですね、今さっきの続きということで2小節目以降見ていこうかなと思います。あ、ちなみにですね、前のフレーズ取り上げた時にね、コメントいただいた人とかもいるんですけど、なんかね、このチャンネル長いこと見ていただいてるみたいで、まあ、リズムの細かいとことか練習してきたおかげで、まあ、16のこういう難しいのもさらっと弾けるようになりましたっていうコメントもね、いただいたんですけど、本当にありがとうございます、その人。なんかね、そうやって言ってもらえるのすごい嬉しいですね。多分ね、この今回やってるベースラインって、巷で言ったら結構難しい方だと思うんですよね。なのでね、思想とか弾いてもね、結構鼻高々っていうのも変やけど、かっこいいと思うんですけども、ぜひね、今回難しかったなと思った人はね、今さっきのリズムのとこから簡単な練習からね、立ち戻ってやってあげて、また戻ってきてあげてください。よろしくお願いします。では、もう一回フレーズ出してみます。ほい。出てきました。続き行ってみたいなと思います。2小節目ですね。サクサクいきます。1個目は四分音符なので、音が変わってるだけで、さっきと一緒のリズムになります。
音は F ですので、D弦の3フレットです。やってみます。3、4、1。このような感じになります。そして次、2拍目。これが、また同じくリズムですね。同じリズム。うん、歌と。で、音も E フラット。今さっき出てきたものと同じです。やってみます。3、4、1。このような感じになりますね。注意点も今さっきと全く同じです。では、1、2拍目くっつけてみます。3、4、1。このような感じになりますね。そして、3拍目ですね。これもリズムは今さっきと全く同じですね。歌、ターというふうに9分に変えてやります。音は B フラット、そして E のナチュラル。今さっき出てきたものと全く一緒ですね。やってみます。3、4、1。このような感じになります。そして4拍目。4拍目がちょっと変わったリズムですね。今まで出てきてないリズムになります。これが、たたた、あ、という風になります。1、2、3個目弾いて、4つ目伸ばすという感じになりますね。その具体的な全部のね、弾き方、細かいところも今さっきのリズムのところに出てますので、16部の一番冒頭の部分あたりだと思いますので、よかったら見てみてください。弾いてみます。これ具体的にね、今さっき出てきた F の音、それから C の音、そして低い F ですね。これは初めて今回出てきますけど、E 弦の1フレットになります。やってみます。3、4、1、たたた、たたた、やってみます。3、4、1、3、4、1。このような感じになりますね。では、3拍目、4拍目くっつけていきます。3、4、1。このような感じになりますね。では、急風に変えたまま、1小節弾いてみようかなと思います。3、4、1。3、4、1。このような感じになりますね。そして、シンコペーション伸ばして弾いてみます。3、4、1。3、4、1。3、4、1。このような感じになりますね。サクサク進んでいっているので、次も3小節目のやつもこのままの流れで見ていこうかなと思います。これも全く同じですね。リズムは1小節目と同じような感じになります。場所とかだけ見ていきます。やってみます。B フラットの音ですね。最初ですね。 B フラットは今さっき説明した中で出てきてますね。じゃあそのままいきます。これもバラしていきます。サクサクいきます。1拍目、3、4、1。このような感じになります。2拍目、3、4、1。このような感じになりますね。で、1小節目じゃなくて1拍目と2拍目くっつけていきます。3、4、1。3、4、1。このような感じになりますね。そして、3拍目をやっています。全く同じですね。これもシンコペーションでタイがかかっているので、9分に変えてやっていきます。3、4、1。3、4、1。このような感じになります。そして4拍目ですね。4拍目。これも1拍、1小節目に出てきたものと一緒ですね。うたたた。うたたたという感じになります。で、音も、今までと同じですね。出てきたものになります。いきます。3、4、1。3、4、1。このような感じになりますね。では、3、4拍目くっつけていきます。3、4、1。3、4、1。このような感じになります。では、1拍目、2拍目と3、4拍目ガチャコンとくっつけていきます。3、4、1。3、4、1。このような感じになりますね。ではですね、ここのところもシンコペーション、今9分に変えてたので、シンコペーションに変えてやります。3、4、1。3、4、1。このような感じになりますね。
ではですね、続いて1回切って、4拍目やって、終わりというかね、まあ、他のところ、続きのところとかとも話して終わりしたいなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。今回もね、だいぶ長くなってきましたけども、やっぱりね、細かくリズムを説明していくとね、やっぱりちょっと長くなりますね。サクサクいきたいなと思います。4小節出してみます。ほい。出てきました。先ほどと全く同じ譜面ですね。で、今回は、4小節目をやろうかと思います。で、これもね、見ていただくと、今さっきとリズムは全く一緒です。で、音も同じような音が使われているので、じゃんじゃんいきたいなと思います。サクサク説明してみます。1拍目。3、4、1。このようになりますね。全く同じですね。次、2拍目ですね。3、4、1。っていう感じですね。で、同じく1拍目、2拍目。3、4、1。同じですね。そして3拍目。これもまた同じくシンコペーションで受けているので、9拍に変えます。3、4、1。4拍目いきます。4拍目、これ新しい音が出てきてますね。これ G の音からっていう感じになります。音のね、コードとの兼ね合いも最後に少し話しようかと思いますので、まあ、参考にしてください。ちなみにこの音は、G の音。そして B フラット、B ナチュラルっていう感じですね。リズムは今さっきと同じです。3、4、1。このような感じになりますね。で、3、4拍目くっつけていきます。3、4、1。このような感じになります。で、1小節丸と弾いてみます。3、4、1。で、これ9分のままなので、シンコペーションに変えていきます。3、4、1。このような感じになりますね。で、一応今までね、弾いたこの4小節、まるっとちょっと弾いてみます。やってみます。感じで繰り返したところですね。このような感じになります。でもちろんね、テンポ速くなると最初のデモ演みたいな感じになります。結構ね、かっこよくなりますので、思想とかにも使ってあげてください。で、ここまで来たんですけども、この8小節ね、繰り返していくんですけども、3、4小節目だけね、ちょっと違うので、ちょっとね、その違った、5小節目からの譜面を見てもらおうかと思います。ほい。出てきました。これで見ていただくと、まあ、今までの4小節は出てないんですけど、どこが違うのかというと、まず1、2小節目は全く一緒です。で、3拍目も途中まで一緒なんですけど、4拍目がまるっと休みになるという感じになります。そして、Fm7 のところですね。最後のところが決めになってる感じです。で、これ、まあもちろんね、音符が埋まってない分、簡単そうっちゃ簡単そうなんですけど、意外と難しかったりとか間違えたりするので、こういうとこ注意してあげてください。これ何かというと、普天二部音符。まあ、つまり3拍分伸ばして、4拍目のところが歌、という風なリズムがあります。なので、これもね、バラしてあげた方がいいかな。やってみると、まあ、最初のやつはね、そんなに難しくないと思うんですよ、F の音。3、4、1、2、3、ってなるんですけど、で、この歌のところだけね、4つ目につくということを意識してあげてください。これね、意外と伸ばしてるとこって簡単そうに見えて、うまいこといかないっていう場合が多いので、まあそこら辺ね、1、2、3、4のとこでついてあげる意識を、最初声出して練習してあげてもいいかもわかんないですね。意外と難しいんです、こういうとこって。やってみます。3、4、1、2、3、という感じになります。そしてね、もう一個譜面見ていただきたいんですけど、ほい。出てきました。
これね、2カッコ、1回戻るんですけども、前説明した冒頭のところのフレーズに戻るんですけども、その後また戻ってきたら2カッコに抜けて、まあサビみたいなところに抜けていくんですけど、この時だけ音が変わります。今さっきの4拍目の音が鳴ってたところが、F の音ではなく C の音になってます。まあリズムは一緒なのでね、サクッとやってみます。3、4、1、2、3。そして次のフレーズに行くっていう感じですね。もう一回だけ始めます。3、4、1。という感じになってきますね。次のフレーズに繋がった感じです。まあ、今日のところはこんな感じになります。で、実際ね、思想とか弾いてもらうときは、まあ、最初の4小節を繰り返して弾いていくと、まあ、結構カッコつくんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じでね、今日はこのまま、ベースを持って、最後の話をして終わりにしようかなというふうに思ってます。まあ、今回ね、このような感じでね、結構難しいフレーズなんですけども、まあ、弾けると楽しいと思いますので、今回ね、ちょっと難しいなと思ったらね、出てたリズムのところから見て、簡単なところから練習してあげてください。このフレーズが弾けたからどうというわけではないんですよ。こういうフレーズがきちっと分かって弾ける、そしてシャープなリズムで弾けるというのが、最終的に各々皆さんがやりたい曲を弾くときに、還元されていくものなので、まあもちろんね、フレーズを通していただいてスキルアップをしていただくとか、かっこいいフレーズを弾けて、まあ弾けらかすっていうのはあれなんですけども、まあ思想だったりとか友達とか弾くときに見せてあげるとか、あとはまあご自身のオリジナル曲を作ったときに参考にしていただくとか、いろいろあると思うんですけども、まあそんな感じでやってあげてください。で、そう、最後にね、この音の流れの配列を少しだけ説明したいなと思うんですけど、ほとんどがこれルートと5度でできてます。Cm の時ルート5度、G の音ですね。そしてこれセブンスの音から F に行く感じですね。そして F 行ったら、まあここがちょっと特徴的ですね。セブンスの音弾いて、まあ、Fm の時はこれルート5度っていうわけではないですね。で、Bb の時もルート5度。そして4拍目に特殊なフレーズがある。Eb の時もルート5度。そして特殊なフレーズがある。だから結構、まあ、2小節目以外のことを言うていくと、4拍目に特徴的なものがあるっていう感じですね。で、大体その4拍目って次のコードに行くためのアプローチの音を使うことが多くて、まあ、今回もこう、F に行くためだったりとか、Bから、ここは特徴的ですね。4拍目また C に戻るためのアプローチの音。で、今回の音っていうのは結構ちょっと特殊な音を使われてて、まあ普通のベースライン、僕がよくパッとね、いろんな曲で応用してパパッと使うものとはちょっと違うようなものも含まれています。なのでそれでね、かっこよくなってる部分とかもあったりする、特徴的な部分だったりもすると思うので、まあその辺も参考にしてみてください。そんな感じでね、今日はこれにて終わりにしようかなと思っております。もしね、今日初めて見られた方とかでね、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。そして今日も少しでもためになったとか面白かったとか思っていただけた方、何卒合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。励みになりますのでね、よろしくお願いいたします。まあそんな感じで今日はこれにて終わりにしようかと思っております。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。では失礼します。ありがとうございます。